これ永遠に。どうもエルダチャンネルへようこそ。ということで、マイクラダンジョンですね、今回もやっていきたいと思います。さて、前回ここ3つが終わってるんで、前回まででね、砂漠の寺院行きたいと思います。まあ王の隠れ家とかあれはね、また先でやろっかな。22、ここだね。22、ちょっと一つ上ぐらいで行こうかな。さあ、寺院か。前回のボスがでも、なんだっけ、ゴーレムみたいなやついたもんね。あれはあれでやっぱ大変だね。この空洞の奥には名もなき王国をかつて支配していた強大なネクロマンサーが待ち構えている。そして彼の振るう杖は不死者を召喚する魔力を秘めている。杖が邪悪な村人の王の手に渡れば、世界は間違いなく破滅へと向かうだろう。何としてもその前に杖を破壊しなければ。ちょっと厄介そうだね。あーってことは雑魚敵めっちゃ湧くのか。早速エメラルド。そうだね、隠しはなんか見つけていきたいよね。もう簡単に見つかんないんだろうけどね。うわ、なんかもう早速出てるじゃん。痛みサイクル。ちょっと待った、痛みサイクルってさ、痛みサイクルさ、いけ、発動しきってる？ちょっと怪しいところだね。あ、してるわ、してるわ。よし。まだね。そんなね、言うて。ピンチ。もうピンチなのよ。なんだね。めっちゃ刺さってんだよな、ワンちゃん。いい、いい。で、あ、ないよね。あ、うん、いい、いい。で、5発目。あ、もうなかったか。これ画面の向き変えれないのがまたね、いやらしいね。早くしといて。いやー、強いな、一発が強い。これ永遠に。
と君マジか、強すぎるわ。ブルハシではちょっと追いつかん。さあこっちは、痛いね。お、なんか出た。ちょっとかっこいいめ。魂のナイフ。ナイフなんだ。そうだね。とりあえずゲットしてからだね。なんか忍びっぽいの出たぞ。盗っ人アーマー。隕石の攻撃速度がプラス25。おつぶき、ダメージは上がるよね。ラビと流れ込む魂。あー、魂の回収するたびにね。ラビにあ、ちょっと遅い。あー、魂増加ね。ちょっと魂シリーズやっちゃう？やってみよっか。流れ込む魂にして、で黒ちゃちゃちゃ、どっちも3使うもんね。よし、ちょっとだいぶ様変わりしたけど、もうじいちゃんがどうかすらわかんない。あ、ソウルと共に生きよう。でも確実にソウルが出るわけじゃないんだよな。おお、いや、レベルアップだ今の。さあ、ソウルよ、弱い。あ、でもなんかクリティカル多めだね。165がガンガン出る。いい、こういう感じですか。使えないんだけど、おい、よし、よし、黄金の鍵、あー久しいね。こっちか。たま、魂を回収することによって、ててて、あー、ちょっと回復するね。あ、いいね。結構なくなること多いからね。なんか今光ってたね。よし。なるほど。で、回復。まあ、これパーセンテージが変わるとまた変わりそうだけどね。いいね。しっかり潰しに来るからね。クリティカルが出やすい気はするな。なんかスキルかな、
左上なんか出るもんね。一回クリティカル出たら連続で発生するような感じなのかな。探索しよっか。武器欲しい。最新のやつが発動する条件知りたいよね。いいね。ふいふい。ああ、壁があればもうそんな。エンチャントスケルトンが、あ、いたね。扉が開くわけではない。あれ取りたいよね。ああ、行けないもんな。多分道ができるんだろうね。ハハハハ、魂のナイフが出るところなんだね。で、これをアイテムボーナスと。そうだな、攻撃スピードはほんと速くないからいまいちではあるんだよな。いけないよね。画面上はいけそうな感じなんだけど、画面上っていうかマップ上ね。楽だなぁ。つついてればいいんだもん。言い方よね。つついてればいいんだもんね。
でもここはレバーがない。んじゃあ3つでよかったわけだね。さあ地図ゲット。イカジーン、地下があるのか。戻ってきた。あー囲まれるパターンね、嫌だな。止まった。あいつどこ行った。いた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 。で戻る。状況があまりにも戦うにしてはね。いやなにちょっと雑魚敵多すぎるかな。これは強え。あったね。これは結構勝ちなんじゃない？いやー。逃げれなかったもんね。えい。やべ、ナス。いっぱい手に入るから今のところは。あとは所有量が多いことによってなんか恩恵は受けてる気はする。いけないか。なんだろうな、会心系はやっぱりアイテムっぽいかな。あー、エンチャント雲かよしよし。あぐるっと回ってー、なんもないね。20本なんだよな。なんもないもんね、お宝ね。
から行ってもって感じはするんだけど、ただね、罠が発動するからね。魂の回収は終わった。いやだな、矢が圧倒的に足りんね。これしかくれんじゃん。ここ魂のナイフしかないんですかっていうぐらい出ないね。まあいいんだけど、出ないよりは全然いいんだけど。ついてるからなんかありそうな気がするけどね、こっち。ダメか、あると思ったんだけどな。流れ込む販売、エコーを流血。あー、それだったら回収だね。魂が減ったってことか。ちょっと有料が違うからね。ビーストボス、ペットはより多くのダメージを与えます。おー、幸運の海。これだなぁ。まず運だなぁ。エコを上げて3倍だろうね、やるんだったらね。うん、そうだね、3倍だね、やるんだったら。
これレベル上げも本当大事だね。よし、で雑魚的な処理終わって、いいね、エコいいね。うん、エコいいわ。これちょっと上に行こうか。いいんだった。単純に弓のダメージが低いんだよね。はい。まただよ。ああでも強いんだ。ああ。でグリムアーマーが来てるとそれに対峙するものの恐怖を呼び起こさせグリルアーマー。魂50。めちゃくちゃいいね。ダブルビー。タンブルビー。ああ虫ね。ポーションバリア。めちゃくちゃ強くね。レア度は下がるけど、あ、でもやったな。発召喚、強いけどちょっともったいないな。能力が圧倒的に今の方がいいから、わざわざ変える必要はなかったりするなあ。やべ、普通にミスった。いい、ランク上、アイテム大量に手に入るところあったね。あの上切るの、あ、畑だし。どういうことや。ゲットして、ここ広いね。力が、力のファッション常時手に入る。いい気はするね。めっちゃ撃つやん。めちゃくちゃ撃ってくるやんお前ら。ただでさえ矢がなくて大変なのに、ずーっとチク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 してくんだもんね。
それで、あとは片付いたかな。よし、さらに奥行こう。あ、ワンちゃん出すの忘れた。あ、矢の餌食だよね。杖を手に入れる。ということは、ボス戦ですかい。こんな感じだね。進めないもんね。これで杖、手に入ってね。やばいやばい、ダメージやばい。やばい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 、それはやばい。うよ、あー、ダメだね。これはちょっとやばいね。回避ができないんだ。あー、おお、マジでいいっす。やっちまえ、これで終わりだ。痛い。ハハ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 。あ、レア、ユニークなんだ。めっちゃ変な音楽流れてたけど。バーストボーストリング。回避しながら敵、近くのボブを撃ち、回避することにより一本矢を消費。まあ、無限かな。無限と、チャージがよくわかんないね。まあ、強打と、無限かな。あ、魂がね、ほんと強かったからね。ちょっとスキルが残念。いやー、これは危なかったわ。んでもってあっちどうやって行くんだろうね。あー、もう杖はあれでゲットなんだ。ないんだよな。うん、貯めといてよかった。溜めててよかったわー、マジで。最後の最後まで。
出てくるって。ほらー、よしよしよし、やれやれやれ、よし、魂が魂が枯れてしまった。えぐい。いやー、クリアだー。いやー、今回はやられるかと思った。ネクロマンサーの杖は砕かれた。邪悪な村人の王の野望をまた一つ阻止したのだ。あー、何が出るかな。ロックパウダー、すぐに出口を作りたい人のために頼れる道具。新しいミッション、古代狩り。古代狩りに参加できるようになりました。おー、忍者っぽい。忍者っぽいって。多分出てるし。24、28だもんね。守護トーテム。あー、遠距離がね。28か、買うか。結局ね、雷。あ、雷落とすんだ。どうか。あー、ボーナスねー。なんか10、20、30でしょ。微妙なんだよねだよな。手に入れようと思ってね。そしたら670か。いいな。聞いてみようか。エンチャンター、なんだこれ。ちょっと待ってね。エンチャンターは こういうやつね。何かしら。一定時間か。なるほどね。まだこの方が耐えれるね。まあ、幸運ついてるからね、それもあってつけときたいっていうのがあって。でもな、多分ね、こういう系って、パワーが高いほど、いいんでにって思ってて。これはアイアンハイドアミュレット。防御力を大幅に上昇させる。あー、いいね。動かない。一旦こうして、これランダムだもんね。防具があればよかったけどね。はい、ということで今回はここにしたいと思います。ちょっと忍者っぽい感じになってしまったけど、レベル上げないとアーティファクトがつけれないのだけはちょっと残念だね。あまりがないからね。まあ、次回この辺りしっかりやって、レベル上げてって感じかな。ということで、
ここねご視聴ありがとうございました。まあ、次回は、砂漠行ったから燃える火事場かな。燃える火事場まで行って、このあたり、ロックしてあるものをやっていくって感じだね。ということで、良ければチャンネル登録、高評価していただけると頑張れますので、よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。